土日だけですね、この期間だけ、茶の木カフェ金沢という、多分金沢の方ならご存知なんですかね、私すいません分からなかったんですけども、スムージーとやらを作ってみようかと思います。先ほど言いました通り、イチジクのスムージーを作っていきます。見るとなんかね、豆乳か牛乳でできるらしいので、豆乳、それと蜂蜜がないのでオリゴ糖で代用します。とあと氷で、レモン汁がねあるといいというふうになってたんですけど、レモン汁もないので、はい、クエン酸でね代用します。これ食品用です。あとイチジクね3つドーフィー持ってきました。でかき混ぜるように、これマジックブレッドです。じゃあまずね、イチジクを切りますか。とりあえずね3個持ってきたんだけど、3個もいるかな、この辺がよくわからない。とりあえずヘタはいらないのでヘタ切ります。これヘタないな、これぐらいかな。少し細かく切った方がいいのかな。4分割ぐらいにします。これをこれ、ね、マジックブレッドのこれにね入れていきます。ちょっと数わかんないんで、ちょっと様子見ながら。結構な量になるな。とりあえずこのぐらい、もう一個ぐらい入れようかな。いやもう入んないな、ちょっと入んないね。これにこれに豆乳を入れます。半分ぐらいでいいのかな、そんなに入れられないかな。これに、はい、氷を入れて、甘さの調整がわからないのでとりあえずオリゴ糖を適当に入れます。でクエン酸とね、適当にちょっとね、わかんないね、ちょっとこのぐらい、ちょっとね本当に少しだけ入れて、あ全然まだ大丈夫、そんなに酸っぱくねえな、もうちょっと入れます。このぐらいでいいかな、あまだ大丈夫かな、全然酸っぱくない。あ酸っぱ、じゃこれをね少しここに入れていくけど、こんなに量はいらないんで、どうしよう、スプーンに1杯ぐらい、2杯ぐらい入れようかな、2杯ぐらいで、蓋をしてと、しっかり蓋をして、はいこんな感じ。あとはこれをマジックブレッドで、おお、なんかこんな感じ、もう少し、こんな感じかな。ちょっと味見してみます。よいしょ、あなんか見た目スムージーっぽいちょっと待ってね、ちょっとだけちょっと味見、あもうちょっとイチジク入れた方がいいわもう少し入れよう、もう2、3個入れてもいい、これ全部入れようかな、これちょっと全部入れてみます。これ蓋閉められるかな、とりあえず3個全部入れました。これで隙間ないんじゃね、これ大丈夫かな、はい、3個分入れて、開けられない。あ、いた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 。うわ、もうツルツルいっぱいだわ。ちょっと味見。まあまあまあ、美味しい感じ。
じゃあね、この入れ物に移していきます。これ難しい。あ、いっぱいだな、これ入んないわ。で、こう入れてみて、ストローか。はい、完成しました。イチジクのスムージー、こんな感じです。ちょっとね、明かりの関係上ちょっとピンク色っぽく見えないんですけど、ちゃんとね、イチジクの皮を入れたんで色がちゃんとついてます。では早速味見していきたいと思います。ちょっとね、でもまだイチジクの味が薄いな。もう少しね、イチジクを入れた方がいいのかなって感じですね。3個入れましたけど、風味はしてますけど、ちょっと豆乳が多かったのかな。あとね、氷をもう少し入れた方が冷たくなる。言うほどちょっとね、冷たくないな。冷たくなってる分、冷たくなってるというか、まあ、それほど冷たくはないんですけど、冷たくなってる分ね、甘さもちょっと落ちる感じですね。オリゴ糖をもう少し足してもいいのかもしれません。でも美味しい。食後の、まあ、デザートじゃないですけど、飲むデザート的な感じで、まだね、数が残ってるんで、もう少し作ってちょっと冷蔵庫で冷やしてみて、明日ねまた飲んでみたいと思います。お腹膨れるな。これで500ぐらいあるんで結構な量なんで、結構膨れる。もう少しね、氷の量と豆乳の量をですね、ちょっと調整してもっぺんやってみたいと思います。皆さんもね、いろいろな楽しみ方があると思うんで、こんなのあるよと思ったら、ぜひコメントで教えてください。